はようございます。速稼塾の久保です。今日は12月5日ちょっと早いんですけども4時38分の相場解説をします。まあ、深夜ねずっと目が離せなくてというかねこうなることを考えていたんですけども、ほらこれねデイリーなんですけどもどうでしょうかっても分かんないですよね。こういう風な動きがあるっていうのは前々から申し上げていたと思いますけども、さらに細かくいくとこういう風なね流れができてると思うんですよ。でこっちの方向に向かうってちょっと覚えてるでしょ。で一番こちらのチャートバーがね陽線なんですよ。下ヒゲを出してどういうことか分かりますかね。これから上がっていくってことなんですよね。4時間を見てみますよ。昨日というか今にかけて未明にかけてですねこういう風な動きが見て取れるんですよ。で昨日の時点で申し上げたのはちょっと1時間いきましょうか。1時間が一番分かりやすいですからね。ね、N 波動の話しましたよね。ここに N があると、そしてもう一個ここに N ができるかもしれないということです。ここの N 波動はドギャンと言って分かりやすかったですけど、次はですねこう上がった後に N を作るのかそれとも上がっていくのか分かんなかったの。 N を作りかけて上上がりましたよね。これ完全にここを抜けた後取ってポジションここまで維持するという形で、30ピップス、20数ピップスこの辺が取れるんではないかなと思います。さあその後なんですけども、あのレジサポはですねあくまでもこの N の先っぽ2つなんですよ。ですんでここはもう超えたと思っていいんで続行ですね、買い続行で、ここまでは一旦様子見、その後抜けるようだったらこちらまで買っていくというね、そういうふうなシナリオができました。今日は以上です。グッドラック。